ただいまより共通女子 800m 競走決勝が行われます。レーン順に選手をご紹介いたします。大きな拍手をお願いいたします。第1レーン藤原多江さん中原、第2レーン川田美優さん豊敷、第3レーン石川栄社さん松戸第一、第4レーン大上純奈さん野田第一、第5レーン谷藤千夏さん怪人、第6レーン小溝あかりさん松戸第二、第7レーン藤本優さん富里、そして第8レーン染谷美久さん野田南部。以上8名によりましてただいまより共通女子 800m 競走決勝がスタートです。さあ昨日の予選を勝ち抜いた8名の選手による決勝レースです。共通女子 800m 競走、昨日の予選で5レーン谷藤さん、そして6レーンの松戸第二小溝さんはすでに全国標準を突破しています。全国大会の標準記録は2分17秒00。さあ現在先頭黄色のユニフォームは野田第一の大上さん、昨年度2年生の時に全国大会に 800m で出場しています。さあ正面スタンド下では男子共通砲丸投げの表彰です。さあ先頭は谷藤さん怪人、鐘が鳴りまして残り1周 400m は66秒。さあ非常にいいペースです。谷藤さん、2番手は野田大地の大上さん、2分17秒00が全国大会の標準記録。さあここまではいいペースだ、1人でも多く全国へ行きましょう。さあ 600m の通過は1分39秒。さあいいペースです。さあ3番手に上がってきたのは松戸第二の小溝さん。さあ3位までは関東大会1分55、2分。さあ先頭は怪人の谷藤さん2分5。さあ上がってきたのは松戸第二小溝さん2分10 1 2 3 4 5 6 7、2分20。さあかなりハイレベルなレース。さあ本日唯一残っているフィールド競技第一極走路内側共通男子の走り高跳びはバーの高さ1m79に上がっております。さあ素晴らしい記録での優勝です。ただいまの一着怪人中学校谷藤千夏さん2年生2分13秒02での優勝おめでとうございます。